ニコルンです。今回はリクエストが多かったデートメイクをやっていきたいと思います。まあね、まあバレンタインも近いということで、まあこういう私のデートメイク、あ、一回もやったことないなと思ったので、ちょっとね今回はお披露目したいと思います。まあなんかみんなのバレンタインなどのお助けをできたらいいなと思うので、今回は私のデートメイクをちょっとやっていきたいと思います。ということで、まあなんか服もなんかちょっと可愛いやつを着てきました。可愛い感じのやつ、可愛い、可愛いのか、なんかスケスケなやつを着てきました。これどこのだっけな、これはね H&M で買って一回も着てなかったやつを、あ、今着れるって思ったので着てきました。で、今はカラコン入れた状態のすっぴんの状態なので、ちょ、こっからね、まあ、ベースからやっていきたいと思います。ということでデートメイクスタート。はい、ということでベースですね。はい、ベースはこちらです。はい、ラロッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップ、まあ有名なやつですよね。結構ずっと持ってたんですけど、一回も使ったことなくて、最近よく使い始めたらすごいじゃんこれって思って、口コミとかさ多いからさ、いいんだろうなって思ったら本当に良かったので、ちょっとこれを最近私は塗ってます。手に出してすんごいトーンアップするんだよね。すごい顔色をよく見せてくれるから、なんかいい感じでした。はい、塗っていきます。今年初のメイク動画かな。前回はねゆらのちゃんにやってもらったからあれですけど、自分でメイクするの久々ですね。動画で相変わらず手で塗る派です。はい、全体に塗って、なんかこれすごい冬におすすめな気がする。なんか乾燥しないし、なんかしっとりするし、ベタつかないし、なんかいい感じなんだよな。下地を塗って、ファンデーションはこちらです。はい、話題の針が入ってるやつを塗っていきます。前から持ってたんですけど、最近テレビでもこれ使うこと多くて、なんか今更ツヤ肌にちょっとハマりつつあって、でもツヤなんだけど、まあ後から結果ちょっとマットにするんだけど、なんかこんな気分です。やっぱデートしにみんなが行く時もやっぱりちょっとね、女性らしいツヤはあった方がいいんじゃないかなと思うので、なんかデートメイクって何なんだろうデートメイクしますって言って、デートメイク何なんだろうって言ってるのもおかしいけど、でもデートメイクはなんか自分が最強に可愛い盛れるって思ったらそれでいいと思うんだけどな。いちいち男の子に合わせなきゃいけないもんなのかという疑問もありながら、みんなはどうやって意識してデートメイクしてるのか。でもデートメイクって言ってもさ、今この時期だしさ、みんなお外でデートもできないと思うけど、まんべんなく塗って、すごいよねこのなんか溢れ出すみずみずしさ。リフトアップ効果もあるので、朝もしむくんじゃっててもこれを塗ればどうにかなるでしょう。カバー力もあるしね。はい、でファンデーションを塗ったら次は結果塗るんかいって感じだけど、はい、コンシーラーですね。キオールのこれを、まあ、ほんと気になるとこだけ、若干クマの部分とこのニキビのさ、あの治りの跡とかに塗ります。私はねここに塗るの好きなんだよね。あの口角が上がって見えるので、うちはここに塗ってる。ポンポンってやってってなんか動画で喋るの恥ずかしいな。なんか急に慣れてない人になってきた。やっぱ一人で喋るって難しいんだよな。
でもなんか雑誌のインタビューとかでも答えたことあるんだけど、なんかデートする時のさメイクってさ、すごいさなんか気合い入れてさ時間かけちゃうじゃん。でもそれって多分あんま良くなくて、なんかさささっとちょっと時間なくて雑っていうかちょっと適当にやるくらいの方が可愛かったりするんだよね。なんか時間が多ければ多いほど、なんていうの、余計なものを足しちゃうっていうか、なんか私はね意外にパパパッとやるタイプです。はい、で次お粉です。はい、ナチュラルグラスの肌にいいもの最近は使っております。ポンポンと出して、ユラノにも雑って言われたけど、うち雑なのかもしんないな。ポップティーンの時メイクほんと5分くらいで終わってたし、もうこれを出しすぎて早く新しいこれの次なるものを探したいんですけど。はい、マックの安定のやつ、手で一応この鼻をちょっと高く見せるために、どうやうち鼻が低いんだけど、どうやったら鼻が高くなるか本当研究中。ここに塗ったり、まあ、あと筆で取ってこの唇のここにやったらなんか注目してくれそうじゃない？こことかここを発光させていきましょう。はい、シェーディングです。ブラシでくるくるっとって削っていきます。じゃあ今年のバレンタインはもうあれなのかな、あのみんな多分手作りよりさきっとさ買うチョコであげる人が多くなりそうだよね。てかマジコロナってやだね。もうなんかコロナってさ言いすぎてさ、なんか嫌だ嫌だよ。でちょっと鼻を高く見せたいので、さっきのシェーディングをノーズに入れてきます。はい、じゃあ次眉毛をやっていきます。眉毛ははいフミのアイブロウパウダーです。ここですね、まあ、この辺の色を混ぜながらやっていきます。なんか今までペンシルでさ頑張ってなんかさ描いてたけどさ、なんかあのとか言って眉毛下手くそなんだよ大丈夫かこれは。いつになったらうちは眉毛が上手くなるんだろう。なんでこんな下手なの、眉毛がキモい、なんかキモいよね。どうしたらいいんだ。そんななんか加えてないのやんないくらいのがいいのかな。なんかキモくない、どうしたなんか何のやつだっけな、深見陽ちゃんとやった時のハロウィンかな、ハロウィンのメイクの時のうちの眉毛がさ、なんかこうなってるの、なんで自分で気づかなかったんだろうと思って。でも今やってるけどこれが合ってるのかもちょっと分からん。隠すからいいんだけどさ。はい、で眉マスカラです。ビセのやつ、眉毛終わり、隠すデートということでちょっときらめき感を出していきたいですね。はい、アイシャドウはまずはこちら、エチュードの牛のやつこんな感じのカラー、最近こういうの多いよね。なんかどこもかしこもこういう形を出してる気がする。ここを混ぜながら塗ってきます。アイホール全体に、目をねデカめにしたいんですよ。デートメイクの時は大きい目でさ、なんかいたら
良さそうじゃん。バレンタインとかも学生の時は真剣にやってたけど、なんかいい大人になってからバレンタインって難しくない？なんかこっぱずかしいよね。なんか学生の時のがなんかなんて言うんだろう、当たり前だったじゃん。なんかうちの埼玉県の戸田市はなんかバレンタイン盛り上がってたな。てか中学生とかは盛り上がる世代なんだと思うけど、今の若い子たちはどんなのあげてんだろう。アイホールにどっちも全体塗って、でこれを同じ色味で目の下もちょっと塗ってっちゃいます。はい、全体ねちょっと茶色く王道のなんか色で全体を囲って、こちらです。はい、ディオールのね、ディオール賞リキッドモノ、このなんかキラキラのねクリームシャドウみたいなのを塗っていきます。トントン4点くらい。つけて、4点くらいつけたら、トン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 。あくまで私のデートメイクなので派手すぎたらすいません。こんな感じですね。きらめきをオンしてあげてください。でもう一個ラメ、はい、キャンメイクのジュエリーシャドーベール、ここをね取って半々くらいに取って、目の下にこれも入れます。のなんか大人っぽい色のラメです。ラメのこの終わりくらいまで引いてます。追加でこの何アイシャスティックアイシャドウも足していきます。涙袋になるように、でかくでか目意識で、はい、こんな感じでふっくらさせて、さっきのアイシャドウのここの濃い色を使って、この目のここを下げる感じで、ちょっと上のここもアイラインっぽくしようか。くの字な感じでここをね描きます。はい、アイシャドウだけでももう十分デカめなんですけど、アイラインですね。アイラインはデジャブのダークブラウンで、アイラインもねちょっと垂れさせます。若干なんかリキッドでやるよりペンシルでやった方が優しい目元に見えるのでおすすめです。で、あとポイントとしてはここも描きます。ここをちょっと埋めてあげると目がくっきり見えるので好きです。粘膜も、はい、そしたらマスカラです。マスカラはこのベイ
ベイビーミーのねオレンジブラウンを使ってきます。あの前にビューラーをしてキュルンとした目元にしてきます。マスカラをしていきます。こんな感じの色味です。いかにデカめに見せるかみたいなのが私の中のデートメイクのポイントです。だって絶対にさ目見るじゃん目を一番気合い入れとけばいいと思うんだよね。相手が見るところ見るところを可愛くするって感じででも全部見ると思うから肌もやんなきゃだし、まあ、結果的には全部ちゃんとやるんだけど、この目線が合うとかさ結構さ重要なことじゃん。好きな人とさ、多分バレンタインでさ告白する人もさきっといると思うし、多分マスクさしてる状態でのバレンタインが多分多いと思うから、目はね目で攻撃って感じです。あ、まずリップクリームのとこかな。リップベースです。縦じわがあると嫌なので塗っておきます。まあお家デートする人とかでもリップはね大事だと思うので、やっぱ近距離で見られた時にさ唇がさなんかちょっと荒れてたりなんか可愛くなかったり嫌だから、リップベースはね大事だと思いますよ。はい、そしてチークです。チークはこれ、はい、韓国ブランドのやつです。可愛いんだよねこれ、星になってる感じがちょっとねポって感じに見せたいので中央目で、でもなんか可愛すぎるのも嫌だから、なんかお姉さん可愛いが私は好きです。お姉さん可愛い真ん中目にこんな感じで叩き込む感じで、照れた感もね出しましょう。で次はリップです。リップははいこちらシーメルのねディーププラムを使っていきます。はい、今回はプラム系の色を使うことによって、まあ女の子らしさも出ますし、ちょっと大人っぽさも兼ね備えた感じの印象にしたいのでこちらを塗っていきます。可愛いだけじゃ嫌なんだよ。可愛いも大事だけど、可愛くなるのは前提として、ちょっとね大人っぽいも合わさりたいので、そうなんです、これを塗ることによって私の顔はすごい白く見えるので、プラム系の色はね相性がいいんですよ。私肌が白く見えるので。で仕上げに、やっぱ今日はちょっとデコルテが出てる服を着てるので、このクラランスのネックデコルテの保湿クリームをね塗ります。キラキラってよりかは保湿って感じ、ちょっとツルツルさせときましょう。匂いもいいし、はい、ということで完成です。はい、こんな感じの私のデートメイクです。まあポイントとしてはそうですね、肌のトーンをちょっと白くしたのと、あのほらこうやってマスクした時にこの目だけの状態でやっぱね
意識してもらえるようなデカめの作り方したのと、まあ、マスク取ってもねリップ塗ってなかったら台無しになってしまうので、リップはちょっと大人っぽいカラーのディープなねプラムを塗って、ちょっと可愛いだけじゃなくて大人っぽいも兼ね備えた感じのメイクにしました。皆さんぜひバレンタインまでもうちょっと時間があると思うので、今から同じメイクを集めたりとかしてくれたら嬉しいです。で、私最近髪の毛を染めまして、なんかレイヤーのカットが流行ってるらしくて、ちょっとねそのこなれた感を出したいので、この辺にねそのほら短い毛があるんですけど、例えばなんかシュシュとかこうやってポニーテールとかするときに、こうやってね遅れ毛が短い毛があるとすごいいい感じにこなれ感も出てモテる感じに。髪の毛もねデートには結構大切なものだと思うので、ちょっとねこれを機になんか髪の毛も綺麗にしてバレンタインに整えましょう。香りも大切です。私はね最近ね、まあ、いろんな香水持ってて、まあ、本当いろんなの使ってるんですけど、もうなんか多分デートとかそういう時におすすめそうなね香水をねちょっとね選んできました。それはねこちらです。このサンローランのリブレオーデパルファムアンタンスってやつ。これいい匂いですごいいいよ、ほんと個人的なおすすめ。こすんのよくないってなんか言われるな、こすんのよくないんだよね。いい、なんか女の誘う香りがしますので、ちょっといい女気分で皆さん行きましょうなんか趣旨が分かんなくなってきた、デートメイクやりますって言ったのに。以上ニコルンのデートメイクでした。バイバーイ。